飛躍的に進歩するドローン技術。空は今、新たなサービスや価値が提供される領域になっています。同時にドローンは我々の社会の脅威ともなり得ます。空港や発電所、防衛関連施設、スタジアムなど我々の社会を支える重要な施設をドローンの脅威から守る。東芝は対ドローンセキュリティシステムで空の安心・安全の実現に取り組みます。縦横無尽に空を飛び交うドローン、我々の目を容易にすり抜け重大な危険を引き起こすリスクがあります。より早く、より確実に脅威となり得るドローンを見つけることが重要です。レーダーやカメラ、電波検知センサーなど様々な手段が存在しますが、それぞれの特徴を生かし組み合わせることで重層的な検出体制の構築が期待できます。不審なドローンに対して電波妨害や物理的な手段で撃ち落とすなどの方法が考えられますが、ドローンが危険物を搭載していた場合、落下により周囲に二次被害が生じてしまう恐れがあります。より安全に、より確実に不審なドローンの脅威を排除する手段が求められます。東芝は検出、追尾、識別、対処、4つのステップで不審なドローンに対応。異なる強みを有する機器をインテグレーションすることで重層的でセキュアなシステムを構築します。ステップ1、検出。遠方より飛来する目標を長距離探知レーダーが検出、目標の種類を問わず早期警戒につなげます。 RF センサーはドローンの電波を検知。これにより RF センサーは到来する目標がドローンであるかどうかを判別できます。目標がさらに近づいたら中距離探知レーダーで検出、目標の正確な位置を補足します。異なるセンサーが重層的に目標を検出し、脅威となり得る目標をより早く、より確実に捉えます。ステップ2、追尾。防護対象のエリアに接近してきた目標は中距離探知レーダーと RF センサーにより継続的に追尾されます。同時にカメラも各センサーからの検出情報をもとに自動的に目標を捕捉。追尾状況は端末の画面上でリアルタイムに確認可能です。ステップ3、識別。 AI を活用したソフトウェアが検出・追尾した目標のカテゴリーや大きさ、動きなどを分析し自動的に脅威度を判定、運用者の適切な判断を支援します。ステップ4、対処。目標の脅威度が高いと判定された場合、レーダーを搭載した自律型捕獲用ドローンが発進。目標を捕捉後、ネットを射出して捕獲します。目標の捕獲は2つのモードを選択可能。アタックモードでは目標を自動的に追尾。ディフェンスモードでは待ち構えて捕獲します。目標捕獲後は安全な場所まで運搬、地上に二次被害を与えることなく脅威を安全に排除します。東芝の対ドローンセキュリティシステムは自律型捕獲用ドローン、短距離探知レーダー、中距離探知レーダー、カメラ、RF センサー、長距離探知レーダー、特徴の異なるこれらの手段を統合し運用することで、より包括的、重層的なドローンへの対応を実現します。新しい時代の脅威に新しい技術とサービスで立ち向かう東芝は空の安心・安全の実現に取り組みます。